で、次行こう。オーダースーツを通販で購入する際に、はい、自己採寸でサイズを決める方法を選択できることがありますと、はい、大体画像でやり方が載っているのですが、はい、画像ではいまいち分かりにくくて困っていますでしょうねというアンサーは、アンサーは、はいはい、初めてのオーダースーツだったら、はい、お店で買う方がいいのではないかと、はい、そうすればスーツを参考にして、そのスーツを参考にして通販でのサイズ選びもできるかと、はい、自己採寸においても2人いれば測ってもらうのも一つの方法ではないかと。どういうことやねこれだから自分では測れへんから誰かに手伝ってもらう、そういうことじゃん、家族ない友達で、そうそうそう、そういうことですね、ということです。まあまあだからこれ難しい話で、まあそのいろんな角度があるんですけど、まあうちも基本的には昔通販やっとってんな、あでやってたけど、いやよそよりも何手間もかかってな、めちゃめちゃ丁寧にやってましたけど、ね、僕うちら真面目ですから担当してましたけど、もうお客さんにサイズをもらって、サイズをもらって俺の話聞けて懐かしいなあれな、じゃあもう一応頼むわ、大変だったあれだから、まあ基本的にはまあ何ていうかな、お客さんに簡単にサイズしてもらって、その近くの芸術服を何着かうち送んねんな、そうです、で送ってさらにそっからまたお客さんとやり取りして、こんだけ袖丈短くしましょうかとかいう話をして、めっちゃ手間かかんねんね、めちゃめちゃ大変です。うん、でもそれないとお客さんの満足するもんができへんけど、はい、ここで疑問なのはオーダースーツをネットで頼むのはオーダースーツですかっていう話になるじゃないですか。まあ、確かにその醍醐味の部分を全部客に任せるわけじゃないですか、はい、客人の責任として、でそこにはプロがいないわけですよ、うんうん、それで満足すかみたいな話になってくるわけですよ。高級料理店のセルフですよね、わかりますか、わかりますか、食べたいもん取ってや、そう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 、取ってやもう言うたら3万から5万10万のお好み焼きみたいなもんすわ、自分で焼かなあかんすわ、焼き方はお客さんの好みですけどね。だからそこが難しい話で、だからなんていうかな、だから難しいよな。まあ実際、まあ、難しいよな。それをコンピューターが、簡素化していいのかっていうのはすごくこれ、問題であって、もちろん俺らからしてもそうやけど、俺らだから私どもはここもそうやねんけども、観測はしたあかんところに、まあ、オートマティックじゃないところに俺らのところの魅力ってあるわけやんな、うん、だから、まあ、うちらの場合はその1回お客さんに来て、来店してもらって、そっからの全寸からいじるっていうのは分かると思うねんけど、その全くお客さんがゼロからメジャー測らすっていうのは、なんていうかな、お客さん自身もよろしいんかっていう話ですよね。うん、まあ基本的にでもそこってオートマティックにしていいんですか、オーダースーツですよっていう話に僕らは行き着くわけですわ。うん、それと一回店に来てもらって測ったやつで、もう時間がないと全寸で何センチ、今回はこんだけ前ちょっと丈が長かったから短かったからこうしてっていうようなやり取るぐらいなかったらあかんのんちゃうかなと、まあキャッチボールですよね。でうちらの場合は多分今でも、なんて通販っていうほどじゃないけど、まあ通販やな、言うたらあの全寸がある方は やらしてもらってるんだな、お客様、それでも結構長めでやるでな、そうですね、うん、ちゃんとお菓子とか、こうですかとかさやるけども、そのもうオートマティックありきっていう部分のルールっていうのにお客様ついていけるのかなっていうのは俺は不思議ですよね。好みの部分はなかなか反映させられないですからね、やっぱりそう初めて初回からをオンラインでオーダーするっていうのは、だからな、俺もほらこの間あの東京行ってきてな、まあ、あるところの企業がそういうそのシステムを作りたい、採寸が今コロナで行かれへんからな、そのシステムを作りたいって俺と浅見で行ってきてんな、言うたらで行ってきて、そこにご協力させてもらったんやけど、まあ俺の中でも俺の中でアドバイスするわけよ、そんなことお客さんに言うて分からんし、僕らの常識を相手に押し付けて測りませんよって言うたら、あの定は測られへんかったな、
うん、結局最初に来てくれって話になってんな、あれ。そうですね、うん、だから僕らって、まあ、伊達に何て言うかな、まあ、そういうメジャーとか触ってるでもやっぱり何て言うかな、やっぱりそのコミュニケーション不足があったりとか、な寸法ミスっていうのはあんまないけど、大体お客さん の, こあの、トークとのやり取りのミスが多いけど、ミスがあるならばね、うん、だからそこら辺お客さんがその一番大事な部分を客任せになるっていう部分が、ほんまにいいのかねって思いますけど、うん、難しいと思います。それが500円ぐらいだよ俺、ええと思うねオーダースーツが、オーダースーツがワンコインスーツ、うん、で少なくとも万は行くわけじゃないですか、うん、ね、万行く部分についてまあ、時間がないからってそこをその自分で測ってる時間の方が長いと思うけど家帰ってきてから自分のスーツ測るなんてしんどいっすか、ちょっとね、めんどくさいっすね、めんどくさいじゃ測られへんやんそんなんで一回ゲージ服送ってそれで確認するんやったら分かるけども、一方的に出来上がってくるわけやろ、うん、それがええ服やわっていう、もうあれも確率もなんやから、それは100人おったらそれは20人30人はそれは ちゃんとしたらもう上がるよね、うん、だでも多分その確率ってどうなんかなと思うけどな、うん、だって俺らオートマティックにしたらあかん業界やからな。でもコンピューターマニアの人ってみんなそうやねん、みんな全て数字に当てはめたくなるねん、その気持ちも分かんねん、理屈も分かんないけど、でも人間の好みっていうのは絶対計算式でできへんから、ああもうだからもう感覚の問題やし、その相手の感覚を俺らどうつかむかっていうことで結構やっぱり好み分かれるわけやんな、あその気持ちを捉えるってことはコンピューターできへんからなかなか難しいですよね、うん、だから寸法は取れたとしても、お客さんの好みは絶対に測られへんコンピューターで店に行くべしと思いますよ僕は、はいはいはい、逆にそれは多分既製服でいいんじゃないですかと思うんですよ、それはもう、ほんまに思う、既製服でいいじゃないですかみたいな、そういうのがよっぽど既製服の方がよっぽどようできてるからな、なんならね、こうオーダーするんやったらあれですね、うん、既製服の方がいいかもしれないですね、うん、でもまあまあまあだからまあまあうん、そうやね。